そういう広告でも出せてしまうっていうところが一番の問題点で、そうなってるっていうのは理解すべきですよね。フランチャイズチャンネル。いや、本当フランチャイズって評判悪いですよね。悪いですね。詐欺だとかね、ブラックだとか、本部だけが儲かるとかね、まあ言われてます、まあ、そういうイメージが多いんですけど、僕は3年前フランチャイズに出会ってもう人生変わったんですよね。もう本当正しく使えば最強だと思うんで、その誤解を解いていきたい。正しいフランチャイズの知識を皆さんに伝えたい。というわけでこの番組はフランチャイズ相談所。フランチャイズ広告を見る注意点を教えてください。はい、前回ですね、やっぱりフランチャイズの広告っていうのは、まあ、いいことばかり書いてあると。だからその健康食品とか健康器具のね、ああいう広告みたいに個人によって差があるし、全てその通りになるって思っちゃいけないということを話しました。どのぐらい本当なんですかってじゃあ言われると、それ本当に答えようがないですね。それを見抜くというか、その広告と戦っていくにはね、広告を作る側にならなきゃダメなんですよ。どうやってこの広告が出てるかっていうことですね。これはもう林さんもね、武田塾の広告をマントリとかに出してましたから分かりますよね。なんとなく分かります。実際広告を出すっていう時に、最初林さんはその正直に書きたいみたいなこと言ってたじゃないですか。はい。でも僕はそれを、いや、それは止めたと思うんですけど、なんでかっていうと、正直に書いたら他のところより全然儲からないみたいに見えちゃう。まあそうですよね。だから全然武田塾は儲かるんですけど、それをそのまんま書くと他のところの3分の1ぐらいになっちゃう。だから武田塾って、ストレートに書いて儲かってるのが出るんですけど、それ以上に儲かってるのばっかり書いてあるみたいなところがあって、これも本当にで、結局ほとんどまあそのまま出しましたよね。議論の末、まあおかしなと広告に引っかかる人はやっぱりそれはその情報の読み取り力が悪いんだということでね。まず一番の問題点はですね、広告に審査がないってことだよね。そうですよね。リクルートっていうのはやっぱりちゃんとした会社なんですよね、と思われてるし、実際求人広告なんかでは審査が厳しいんですよ。ところがそのリクルートがやってるアントリっていう雑誌の FC の広告は審査があるようでない、こういう表現はいけませんっていうのはたくさん ありましたけど、あるんですけど、例えばやっぱりうまく、表現してこういいことを書くことができるんですよね。でそれだったらやっぱり少しでも見せ方っていう、この言い方が良くないんだよね。実態がこうあってそのどこを見せるかって、見せ方でいい広告を作るんですよ。で他もみんなそうやってるから、そのいい見せ方をしないと他に負けちゃうよっていうことで、同じようないいとこだかりばかり見せたね、未経験の方で年収1000万続出、一体どれだけ続出してんだっていう話なんですよ。それはもう一人とかいればそう書けるんですよね。平均って言って、それ資料をちゃんと出してるかっていうと、きちんとした資料がなければ平均って書けないわけじゃないんですよ。出す資料ってこっちから出すだけだからね。ある期間を区切って、やこの3人中、1人がこの数字でしたと、まあこれはほぼほぼこの数字でいいですよねみたいな、あとの2人はそう言ってないにもかかわらずですよ、そういう広告でも出せてしまうっていうところが一番の問題点で、そうなってるっていうのは理解すべきですよね。別に何の数字のチェックもなかったっす最初でもすごいもったいつけるじゃないですか。そうですね。最初もったいつけるんだけど、その後はやっぱりスルーで出てってしまうと。でみんなやっぱり同業他社っていうのを見るので、同業他社よりも悪くしたくないんですよ。嘘はつかないんだけれども、見せ方でよく見せるっていうことを一生懸命考えるんだよね。みんなと同じぐらい武田塾の書き方合わせたらとんでもない広告になりますよねでいいとこだけ取ったらね、いやそれはもう年収3000万なんていう人が出ね、ね、書いちゃったら大変なことになっちゃうから、開業1ヶ月で回収とかね、あり得るよね。そういうことだからね、FC 広告っていうものの問題点があるんで、その見方っていうのは大事なんですね。もう一回ちょっとこれ話しましょうかね。はい、はい、フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただけますよね。
なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、あのコメント欄が寂しいんで、ぜひぜひあのいろんなコメントとか、まあね、あのこっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、あのメールもあるんで、いろいろあのご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。